回ご紹介するのは、大西神社の秋のお祭りがきっかけで始まった焼き芋クラブ。その始まりは、秋の好物というとお芋と、そこで境内をお借りしまして、市民の皆様においしいものを食べていただけるということで始めたわけでございます。焼き芋クラブのメンバーは大体10人前後、昨日知り合ったものが自然に集まってできた会です。皆さん活動日を楽しみにしています。活動というのは年に2回、6月に行われますスマイルフェスタインイナベ、それから10月に行われる大西神社の秋祭り、また時には紹介者施設様へお邪魔しまして、お芋を焼いて振る舞うという作業も入っております。準備するのも大変なんだそうです。盛大に行きまして、木のいらないものをいただいてきて、それを順番で切って燃やしております。気持ちがいいですもんで、今回は欅の木でやりました。焼き芋クラブのこだわりは窯と石ですね。今の焼き芋を焼いている機械は全て手作りです。石は普通の瓦で取ってきた石では弾けますので、うまく焼きません。焼き芋専用の石でございます。皆さんがやりがいを感じるときは、完売したときが一番嬉しいですね。この日もお客さんに大好評でした。今日は朝は9時ごろからやりまして、11時半にはもう完売でございます。非常に甘かったと喜んでもらいました。これからも美味しいお芋焼き続けます。